皆さんこんにちは、あゆらです。このチャンネルでは地球解放運動をしているコブラという人物が2012年からブログを通じて発信している情報をお伝えしていきます。それは今地球で暮らす私たちにとってとても大事な内容です。今までコブラが発信した膨大な情報の中から重要な内容を厳選してお伝えしていこうと思っています。よろしければチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。このチャンネルでも何度かお伝えしている通り、今は光と闇の最終戦です。溜め込んだ海を出すようにどんどん闇が浮かび上がってきます。それは個人においてもそうですし、世界でも同様のことが起こっています。イギリスの水晶玉サイキッカールイーズ・ジョーンズさんは、あなたが知っているようにアメリカは今間違いなく緊急事態の状況にありますと言っています。また3つの場所で同じ時に煙、炎、爆発音の警告がワシントン DC、フロリダ、気をつけてください。1月19日、21日、22日あたりが気になりますとも言っています。ちょうどコブラも1月14日に更新されたブログで、1月20日から22日にかけて地上の今後の成り行きに重大な影響を与えるタイムラインの節目があります。その間にはできるだけ多くの光を定着させることが極めて重要です。光の勢力は皆さんに対して米国東海岸時間1月20日の正午から1月22日の正午まで4時間おきにアメリカ本土のためにブティック中瞑想をしていただけるよう求めていますとメッセージを伝えていました。日本時間では1月21日午前2時から1月23日午前2時までの4時間おきになります。ブティック中は前回の動画でお伝えしましたが、宇宙からつながっている光の柱でこのような形をしています。上空の星から光の渦が時計回りに降りてきて、そこにいる人や場所を浄化します。最近では1月6日からワシントン DC へ向けてブティック中瞑想を行うようにと光の勢力から要請がありました。アメリカの状況をご心配されている方、何かできることがないかとお考えの方は、概要欄にアメリカ本土へ向けたブティック中瞑想に関する詳細と音声を貼っておきますので、1月21日の午前2時から4時間おきにできる範囲でブティック中瞑想を行って、アメリカの状況が平和的に落ち着くようにご支援いただければと思います。また、コブラは1月20日から22日およびその前後も含めて各自の判断で必要と感じた時にアメリカ本土全体のエネルギーを可視化してバイオレットフレームで浄化してくださいとも伝えていました。バイオレットフレームとは、大天使ザドキエルとアセンデッドマスターセントジャーメインからもたらされた光線で、かつてはアトランティス時代に使用されていました。紫色の石アメジストはセントジャーメインのエネルギーとつながることができ、バイオレットフレームのパワーを増強させてくれます。バイオレットフレームという明るい紫の炎はネガティブなエネルギーを燃やし、高い周波数へ変容する強力な浄化の光です。
あらゆるレベルのネガティブエネルギーを取り除くことができます。やり方はこのような明るい紫色の炎をイメージします。それは神聖な炎でネガティブなエネルギーを遠慮してくれます。対象となるものが紫の炎で浄化される様子をイメージしたり、光へ変容するようにお願いします。内容をまとめると、アメリカ本土全体へ向けて日本時間の1月21日の午前2時から1月23日の午前2時までの4時間おきにブディック中瞑想を行う。そしてその前後にバイオレットフレームでアメリカ本土全体を浄化する様子をイメージします。もちろんご自分のできる範囲で大丈夫ですし、すべて自由意志ですので、やりたいと思われたなら行ってくださいね。今後はアメリカに限らず、世界情勢はさらに不安定さが増すかもしれません。また、あなた自身もネガティブな出来事に見舞われたり、過去のトラウマが湧き上がってくるようなことがあるかもしれません。そんな時にはぜひブディック中瞑想やバイオレットフレームでご自身や周囲を浄化してくださいね。あなたが本来の輝きを見つけることができますように。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。